ご案内された各駅停車、出雲大社前駅です。フィルムス方面をご視聴お客様は、向かい側2番乗り場の電車へと乗ってください。この電車は出雲大社前駅です。あまり間違いなさいませんようお待ちください。
願いします、はい、
Thank you.
ちは。こんにちは。一人です。一人さんはどうぞ、はい、一番奥の席に座ってください。おい、もとらやけてらわれたな、さだ。はい、どうぞ。
塩見縄手という道、真ん中のところに武家屋敷、そのまた先に小泉八雲が住んでいた辺論旧居、そういうのがある、松らしいこの北堀という町です。ここは武家屋敷、250石あたりから600石あたりまでどんどん拍子で出世した侍、塩見浩平さんという人も住んでた屋敷であります。当時の生活がそのまま忍べるような格好で開放されて、伝統美観地区を代表する建物、武家屋敷で、東側の外堀もぐるりと回って帰ってきた約4キロ。本日は折川由良メモリーをいただきましてありがとうございましたね。いい旅してください。ハブはナイスデイ。え、今日帰ります。車で来た？いや、電車で。あ、電車で。はい、ありがとうございました。